はい、皆さんお疲れ様です。ということで今日はねちょっと緩い感じでやっていきたいかなと思います。11月の22ですね。今日は23になったところですかね。はい、まずはですねちょっといろいろあるんですが、これですね、 NPO 法人子どもの人権守る会ということで、まあ、今年からやってるわけですが、まあ収支報告っていうのもねやっぱ立花さんみたいに YouTube でやっていこうかなっていうことで、ちょっとね報告していきたいんですが、現状としてはですね、もう僕はもうこれ一本でねやっぱりやっていきたいと思ってます。もうそれぐらいこう需要があるというかね、もう相談も毎日のように来るし、本当にもうこれ一本でやってないと間に合わないぐらい、もう手一杯間に合わないぐらいの感じなんで、そこを目指してるわけですが、まあいかんせんですね、もう僕がほぼ一人で動いてる状態なので、その助成金とか補助金のね手続きだったりとかっていうのは全くできてないんですね。なので、まあ、収入がないわけですよ。収入はもう皆さんの寄付金支援金しかないわけですよね。なので、まあ、実質これ一本では、まだできてない。だから他にもだから僕は3つ仕事してます。3つやってますね。3つの仕事をやりながら、まあ、これも やってます。ただですね、この活動の比率っていうのが一番高いんですよ。もう1ヶ月の半分はこの活動に、時間を取られます。どうしても取られます。それだけやっぱり多いです、相談だったり、その活動しなきゃいけないことが多いです。で、月にすると多分200時間以上はこの活動にね、時間を費やしているというか、まあ取られています。で、まあ残ってる時間で、なんとか最低限の生活費を稼いでるというような状態ですね。でですね、そんな200時間もね、月200時間も使って、じゃあいくら寄付金集まってんのっていうとこなんですけど、これですね、見えるかな。とりあえず10月はゼロですね。で、9月までの繰越金が、10万円あると。で、10月がゼロで、11月が1万1500円です。なんとですね、2ヶ月間で、1ヶ月200時間でしょ。2ヶ月間400時間働いて、1万1500円。で、フェスタが今月あったので、それが1万8000円ぐらいだったので、プラス。3万円ですよ。400時間やって3万円ですよ。死ぬでしょ、これ。それでもやってんだよ。参っちゃうよね。こんなんやってたら死ぬよね。そりゃ誰もやらないよねっていう話で。でもちゃんとやってますよ。ね、僕に相談してきたり、ね、あのメールとかね、会いに来てくれた人は分かってると思うんですが、ちゃんとやってますよ。ちゃんとやってるけど、今のところね、1ヶ月あたり2万円もないぐらいしかね、支援金がないという状態でやっております。皆さんも100円でもいいからね、もう1万人の人がね、その児童虐待なんとかしろって言ってる人が1ヶ月100円、1万人の人が100円くれるだけでもこの活動は成り立つんですよ、ね、1ヶ月100万もあればあと2人は雇えるじゃないですか。そこでしっかりねやっていけるんですよ。1万人ぐらいいるでしょう、全国に。子供でも払えるよ、1ヶ月100円。それぐらいをやっぱね、なんとか目指していきたいなと。あとは助成金、補助金ですよね。そこでしっかりね、なんとか活動資金っていうものを調達してですね、もうこれ1本でね、もう他3つやってますけど、
その時間はもうちょっとね、こっちに回したいので、なんとかねそういう方向でやっていければいいかなと思っております。ということで、この動画はまあ収支報告ということで、次の動画いきます。